guys, good morning. もしね、たった一つの習慣で人生を変えることができたら、もしかしたらこの習慣かもしれないんですよね。それは朝起きたら30分以内に太陽の光を浴びるっていうことなんですよね。やっぱり僕たちの体の中には The Circadian Rhythm っていうのがあってね、この24時間の体内の時計っていうのがあるんですよね。で、いつ起きるのか、いつ寝るのかみたいな形で、実は太陽の光にはフォトンっていうのが入っていて、これが目に当たると目からこのいろんなセンサーの脳の中のセンサーにこの情報が発信して、体の中でどういう情報が流れるのかっていうと、今起きる時間だよ、今朝だよ、体を復活して、寝てるのをやめて体を起きましょうって言って、いろんなコルチゾールのポルスのサイクルがね、メカニズムがスタートするんですよね。で、リアルにこれは体内のメカニズムっていうことなんですよね。で、これを行うと何が起こるのかっていうと、もうなんかさっぱり目を覚ますっていうことができて、自分の一日のフォーカスの力っていうのが上がってきますね。なので本当に朝の時間は私たちの体にたくさん太陽の光を入れるっていうことがものすごい大切なんですよね。今実はバカンス中で、ね、コネティカットっていう州、ニューヨークの右側にある州でバカンスをしていてですね、自分の子供たち、奥さんとファミリー、お父さんとも一緒にね、ものすごい楽しい時間を過ごさせていただいております。湖に行ってね、いろんなビーチで遊んだりとか、ファームに行ってね、畑に行ってブルーベリー狩りをやったりとか、ゴートもいたんですよね。もうゴートたち、ベイビーゴートもいてね、息子の手からねブルーベリーを食べたり、本当に楽しい時間を過ごさせていただいております。Pick them up. ぜひですね、本当に朝起きたら30分以内に外に行って太陽の光を浴びてください。たっぷりとね、本当に2分以上浴びていただきたいんですよね。でも太陽の光はその直接見なくても全然 OK ですね。光が強い時は、曇っている時でもね、雨降っている時でも、ぜひ外に行って太陽の光を浴びてください。もう本当に不思議なように自分の集中力とか、実はセロトニンもリリースされますので、自分のムードも自然に良くなっていくんですよね。で、面白いのはその窓グラスってあるじゃないですか。窓グラスっていうのは UV をカットしちゃうので良くないんですよね。メガネは OK なんですけど、網戸も OK なんだけど、なのでこれ絶対に実際に外に行って太陽の光を浴びていただくっていうことなんですよね。面白いのはこのメカニズムの中にメロトニンをリリースするっていうメカニズムも入ってるんですよね。なのでその夜寝る時間っていうのも、この朝太陽を浴びることによって調整してくれるんです。で、不思議なことが実は一件あるんですよね。それはですね、私たちの目っていうのは夜にすごいセンシティブなんですよね。ものすごいセンシティブなので、もしですね、夜の特に11時から朝4時の間に強い光をね、私たち夜の間に目に入れちゃうと、なんと体がまだ朝だよって思って、いろんなデータがあるんですけども、自分のドーパミンのレベル、次の日のドーパミンのレベルが低くなるんですよね。なので夜11時以降に強い光を見ている方は、次の日の集中力とやる気、行動力が自然に減ってきます。で、これがちょっと重なっていると、徐々減ってきて、なんか僕ダラダラが大きいなとかね、なんか行動力が低いんだよな、やる気が出ないなっていう方は、ぜひですね、朝起きたら光を浴びる、ね、11時以降には光を見ないっていうことをやっていただくと、自然に自分のムードが良くなって、本当に行動力が高まってきます。 Alright, thank you so much for checking out this video, and I'll see you next time.